僕の趣味はグミを溶かしてまた固めることドヒーです。何のためにそんなことしてんだよ。今日やるゲームはマインクラフトだ。みんな大好きマイクラ。おじいちゃんも大好きマイクラ。おじいちゃんは好きじゃないと思うけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は1時間にウーパールーパー何匹捕まえるかやってみよう。目指せ。500匹？絶対それは無理。それでは、よーいスタート。まずは捕まえやすい環境づくりをしていくよ。それはどんなことやるのかな？ドアを作って、海の中でも息ができるようにするよ。これで海も安心全身破壊神ボコボコ。ギャグ言わなくていいから、確かにそれなら窒息しなくて安心だね。ウーパールーパーがいた場所の近くにドア置いていく。これでここに入れば息ができる。でも暗いからここがどこだか分かりにくくて、あちぴちぱー。確かにここ探すの大変そうだね。じゃあうまく囲って松明つければ完璧。おお、上から見てもどこだか分かりやすい。そして潜ってもすぐに見つけやす。これでウーパールーパー選手権優勝。そんな選手権ないけどね。ここを中間地点にして下にも同じのを作っていこうかな。一番下まで来たぞ。ここにドアをつけていこう。そしてここで一旦息をしよう。で、暗くて見えない。どうしよう。あー、息が持たない。上がれ上がれ上がれ。あー、やられるやられる。どうしよう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 。なんとか間に合った。気をつけてよ。ハードコアだからやられたら終わりだよ。恐ろしすぎるぜ海。でも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 ドアはつけたから、あとは明かりをつければいいだけだ。次こそはドアがここにあったぞ。さあ中に入って息をする。あとは松明つけるだけ。よかった。ああ、なんかいる。ボンボンキャベツマンがいる。助けて。こいつはびっくり仰天テストは0点ツルツル食べれるところ点。こっちには気づいてないみたいだった。助かった。爆発してたらやられてたね。横から攻撃あっち行け。なんとか助かったか。よかったよかった。とりあえず明かりがついて分かりやすくなったから下には降りやすくなったね。プリプリプリポンチ。あとはウッパルッパ取り放題だけど今はいないみたいか。もう15分も経っちゃってるから急がないと。明かりつけるのに結構時間かかっちゃったね。だけど明るかったらウーパールーパー湧かないんじゃなかった？じゃあ明かりつけた意味なし。あちぺちぱー。意味なし、用なし、一文なし、スカラカーン。海のボンボンキャベツマンは爆発しても大丈夫だから余裕のよっちゃん、89歳。よっちゃん年寄り。仕方ないからせっかくつけた松明だけども壊していきますか。さようなら。それじゃあウッパルッパ探し頑張っていきましょう。パッと見た感じいないか。もしいたとしたらさっきの光るイカ攻撃してるしね。なる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 ほど。そういうのもウッパールーパー探しに大事なのか。じゃあイカが攻撃されてないからいないかな。おー、いるいるいるじゃないか。奥に普通にいたね。絶対捕まえてやる。ここだ。ダメだった。どこ行った。あー、見失っちゃった。息も続かない。逃げろ逃げろ逃げろ。間に合うかな。なんとかギリギリ助かった。ウパルパ捕まえるの大変だね。次こそ絶対に捕まえてやるぞ。どこに行った。ウパルパいたぞいたぞ。おイカを攻撃してる。やっぱり攻撃するんだね。攻撃してる隙をついて捕まえていく。なかなか捕まえれない。そんなことしてる間に息があって、あれ息増えてる。なんで
何も解けない謎だよ。多分マグマブロックから出てる泡で息ができるのかもね。じゃあ中間地点とか作らなくてもここから息すればよかっただけか。ドア置いたりしたの無駄になって、あちぺちぱー。そしてさすがにそろそろ捕まえたい。行くぞ。下にいるところ今だ。やだ、捕まえれた。ようやく捕まえれたよ。うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハピ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 ピー。踊らなくていいから。30分経過でようやく1匹捕まえた。時間かかりすぎてて、あちぺちぱー。500匹集めるはずだったのにな。それはそもそも無理だから。せめてレアな青色のやつ見つけたりしたいね。そして食料も減ってきたから生姜焼きを取りに行こう。生姜焼きじゃなくて豚肉でしょ、調理されてないから。ハードコアモードじゃなかったら死ぬだけでいいのにな。食料集め大変で地獄ごく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 牛乳うめえ、プリプリプリポンチ。お肉食べて満腹プク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 。お風呂でおなら。適当に喋ってるな。ウパルパー湧いてないか。イカはいっぱい湧いている。頼むからウパルパだけ湧いてよ。パソコン版だと湧く確率も低いのかな。残念観念なんでやねんどやさ。もっと頻繁に湧いてちょうだいよ。あ、いたいたいた、ウパルパ捕まえてやる。あ、ダメか、失敗したか。でもやった、捕まえれた。これで2体目、さっきの捕まえてから5分で捕まえれたぞ。このペースならガンガンいけるぞ。テンション上がる。これで2体目だ。まだまだ行くぞ。ウパルパどこだどこだどこだ。あ、いたか、捕まえるわ。なんか石邪魔、お腹攻撃されてる。あ、ガチガチ、お米様か。逃げろ逃げろ逃げろ。なんかてんやわんやでパン屋魚屋。なんでお店になるんだよ。敵はいてくるのは勘弁だ。勘弁大弁関西弁どやさ。めんどくさいけどちゃんと倒しておくか。こんなことやってる間に時間どんどん過ぎてる。さらには全然わかなくなっちゃったな。ウパルパ探し大変だね。頼むからそろそろ出てきてくれ。ウパルパどう、あそこにいたあそこにいた、絶対捕まえてやる。ウパルパマグマで目の前でやられた。せっかく出てきてくれたのに、おちぴちぱー。マグマブロック壊したいところだけど、あれの泡も大事だからね。いいところもあれば悪いところもある。先生は悪いところしかないけどね。そんなことないでしょう。いいとこ盛りだくさん。もう残り時間ないよ。頼むからいてくれよ。だけど全然見当たらないな。1時間かけてただただマグマブロックで息するのが上手くなっただけだ。ウパルパそんなたくさん取れるもんじゃないんだね。たった2匹って悲しすぎでしょ。こうなったら2時間いっちゃおうか。企画あっさり変更したよ。2時間やって何匹取れるか言ってみよう。プリプリプリポンチ。よし、ここから取って取って取れまくってやる。目指せ500だ。絶対無理でしょう。1時間で2だったんだから。必死に追加の1時間探して探して探しまくって水槽の中はこうなりました。結局3匹のまま。追加の1時間で1匹も取れてないのかよ。まさかの結末、悲しすぎて味ピチパー。だって探しても探しても全然出てきてくれなかったんだもん。後半1時間で出てきてくれたの2回だけ。こんだけしか出てきてくれないの、めちゃくちゃ少ないね。しかもその2回取るのにミスしちゃいました。ミスするからいけないんじゃないか。だってむずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃんとしとりすぎ。あー、もうやってらんないよ。もうこうなりゃマグマダイブしたいよ。ハードコアモードは絶対ダメ。
こうなりゃ、八つ当たり八つ当たり、昆布に八つ当たり、物に当たるんじゃないよ。残念すぎる結果で終わっちゃったな。どうにか少しずつ増やしてこの水槽パンパンにしたいね。そこまでしなくていいでしょう。次はこの近くに村があるから、その村の周りを大豆三四郎に壁を作らせようかな。自分でやんなさいよ。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポロピー。